こんにちは皆さん、えー、調子はどうでしょうか指示語の問題そして内容説明の問題そして理由説明の問題こうやってどん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 勉強が進んできて書き下り入ってきてますよね。で今,日今回は理由説明問題の第2回目ということになります。で問題文も前よりも長いし説問もちょっと多めに3つ3台というふうになっています。そそこでその問題としては 基本通り直前直後というところもあればその防線部についてちゃんと意味を理解してその理由を書くとであるいはその防線部の理由内容を理解することに加えて前後を組み合わせて答えを作っていくと非常にバリエーションが豊かなそういう問題になってますんでね応用力が養われるのではないかなというふうに思います。で今回はこちら 金沢大学の問題まあこれを使って練習をしてみるということになりますいいですかそこで今回はこの文章をまず読んでみるとはいテキストよく見ていい文章の内容が一段落から始まってそのままずっときて 二重段落まであるんだね。形式段落としては非常に、まあ、長いということになっています。そこで、この二重段落、そのままだーと読むだけじゃなくて。ちゃんと理解するためには。構成。すなわち、筆者が。これを伝えて、こういう順番で話を進めていこう。といったところを。こう読み取るのが大事なんだよね。そういう意味で。今回の。この二重段落は。全部で。 6つに分けるることができるつまり123456ときてあなるほどこういうことだったのかっていうことが分かるようになってくるというわけだいいかなそうしたらこれをしっかりと身につけられるように説問もしっかり解けるように練習してみましょういいそれでこれ実際にこう読み始めるんだけど早く始めろうだよ。 っていうふうに思っているかもしれないんだけどもその前にこの文章を読むときにちょっと重要だっててポイントをを先に話をしておこう何が大事かというとととことってていうのが出てくるわけだで我々はいろんな事柄とかものについて物事を使う。話していることとかあるいは見たものとかそういうふうにいろいろ使うんだけれども今回はそのものとことっていうのを実際に存在する物物体。 そして、えー、引き起こされるあるいは生じる事柄事象ということだねそのものとことっていうのことの間には関係性があるんだよっていうことが前提になるわけだいいそしたらそのものとことっていうところに注意をしなさいとそこで第一段落にはものとことに棒天が振ってあるそしてそれに基づいてそのものとこととの関係を読み取っていく。 でもこれが途中から普通の形式名詞だとか一般名詞の普通名詞の物事ことってのがどんどん出てくるわけそこで混同しないようにする。いいそしてその最初に物とことに注意をして関係性を捉えようとしたところが最後の二重段落。二重段落のところでまた冒点が振られて物とこととの関わりなんだよっていうことの話に落ち着くわけだ。 いいだから、物とことというのが、まあ、言ってみれば2種類と言っていいんだろうか。その、筆者が関係するとして重要だと思って提出している最初の部分。そして、その一般的に形式、面識も含めて、物こととしている部分。そして、最終的にまた、最初の部分に、えー、最初の部分を踏まえて、物とこととの関わりと。というふうにしようとしているんだね。だこの事柄を、 頭に置いて実際に読んでもらいたい。いい？じゃあまず今回は前回と違ってもう重要だというところに線が引っ張ってあります。いい？そこで第一段落と第二段落っていうのは今回の第一段落と第二段落っていうのは文章の中の前提になるわけ。でその一段落と二段落をしっかり理解した上でその先を先へ見ていく。いい？ そこで第一弾薬ちょっとここだけしっかり確認しよう。いいかなで人間がどうするかというところが出てくるんだけどここで文章を読解する時の鍵覚えてる対比っていうやつだね。そうするとものとことっていうところが出てくるわけだ。そうするとちょっと印をつけるね。えー、まずこのものに囲まれている。それまあものだけいこう。 ね。えー、ものを変える。で、自然の、えー、ものと、何々何にそして、人間は、ものとこととないで、何に何で、こういくわけだね。で、ことの方にも、ちょっと印をつけてみよう。そうすると、こちら。を全部消えた。えー、これね。えー、もの、うん、と、 ものと、それから、こちらね。で、それから、これ。だな。そして、えっ、ー、と、今度はこと。あ、またやってしまった、えー。緑と。はい、ことと、それから、ことと、えー、こと。 そしてことでこの中で大事なのは何かというとここの文だよねものとこととの間に秩序が存在するという意味での必然性いいここの必然性というところが一つポイントになるわけ。文章を読んんでいくくくとこの性がなくなっっててて必然って出てくるんだよねじゃあこの必然性と必然と同じなのかというと違うんだじゃあここで 必然正義ここね「せい」とついているのはなぜなのかというとここものとこととの間に秩序が存在するいいここの存在することなんだよ。ものじゃないんだよね。いいそうすると第一段落でものとことというのがたくさんあってそしてそのものとことの間には 秩序がが存在するという必然性があるとこれはどういうことになるかというと決まったことが起こるっていうことになるわけだいいそしたらじゃあ第二段落を見てみようじゃあこの第二段落のところを見るとしかしながら何々何々と出てくるさっきはものとこととの間に必然性があったから 特定のことが起こるということととがが起るいうわかったわけだでもそうなると特定のここことととが起こらないということもあるそうなった時に偶然偶然と見えるものいいさっき言ったものとことっていうことねでこの偶然と見えるものが存在するっていうことが最初に指摘されたわけだいいじゃあ第三段のちょっと見てみよう 第三段落を見ると文明が未発達の段階ではこれこれこういうふうになってるよ。でも今は未発達じゃなくて発達してるわけだ。そうすると昔はこうだった。でもね今こうだよねっていうふうに話が進んでいくよね。でそれを頭に置いてここを見ていくとはい文明が未発達の場合にはこういうアニミズムの考え方がなされていたというわけだ。 で、アニミズムというのはここに書かれているので、ちゃんと読んでね。いいそれちょっとやってると、時間がなくなっちゃうんで、もう先へ行くから。はい、そうしたら、五段落。文明が未発達の時代には、こう、アニミズムだった。で、それが、文明が発生してくると、こういう風になったと。で、ここで大事なところがまた出てきたね。ここだ。必然性。思い出して。 いい物とこととの間に秩序が存在するそしてこの必然性によって特定のことが起こるということになるわけだ決まったことが起こるあそうすると、はい、一つ一つの物のやことは秩序によって生まれまたは起こると考えられるようになってきた必然性が意識されるようになったいい一二段落で 必然性というものがあるぞということが出てきて、そして歴史的に必然性というものが出てきたということが示されたあれだ。いいかなじゃあ次の六段落見てみよう。六段落見ると、秩序を生み出した、これだ。もの存在だよね。いいじゃあ、秩序を生み出した存在について話が進んでいくんだけど、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教と。 宗教で話が出てくる。しかもこれだ。古代の宗教で話が出てきてるわけだ。いい古代の宗教ではどうなってるか。じゃあ次見てみよう。七段落だ。じゃあこの全知全能の神、すなわち秩序を生み出す存在だよね。生み出すものは全知全能の神として捉えて、そして神が出てくるぞということがこう出てくる。じゃあ次の八段落見てみよう。 このような考え方を徹底すれば人間は神の間に何々何々でこちらはその無力になるというようなことになってくるんだけれども大事なところはこちら理性が人間に与えられてそして神の作った宇宙の秩序を理解することができるというふうに考えられたじゃあここ覚えてる秩序っていうのは物とこととの間に存在して そして特定の出来事を起こす存在だってね起こすものなわけだそうするとこういうものが理解できるようになったんだぞということが出てるいい、はい、そして旧段落を見ると今度は聖書のヨハネ福音書またあの古代の宗教だねでその宗教の中で今度はロゴスという新しい存在が出てくるいいここで人間が出てきてき そして神が出てきて、そしてロゴスっていう今度別のものが出てきたわけだ。三つ出てきたということになるよね。じゃあこの三つが出てきて、どういうふうになっていくのか。はい、そうすると神とロゴス。そしてその神とロゴスの関係がこういうふうに書いてある。で、大事な点はどこかから言うと、ここ。神とロゴスは最初から並んで存在した。だから神と ロゴスは一番最初にあったということだよね。そこでじゃあ神とロゴスは、まあ、神,神とロゴスはじゃあどういうふうに関わるのかといったところがここに出てくるわけ。ロゴスは神と同格になるから神がロゴスを変えたりなくしてしまったりすることはできない。神はロゴスによって支配されるものでもない。 いいだから神とロゴスはもう別個のものとしてこう対等にこういるということが出てきたわけだこれが秩序を生み出す存在のものもなんだよね宗教的に導き出されたじゃあ次見てみようで11段落だでやっぱりロゴスが出てくるんだけれどもロゴスと神において大事なのはここだ神がロゴスに支配されない自由意志を持った 存在である神は自由意志を持っているんだよ。いいでもロゴスは自由意志があるかというとそうじゃない。いい神とロゴス。で神は自由意志を持っているこうしようと。でもロゴスは別に何かしようということはないわけだ。いいそこでもう一点神はロゴスに従って宇宙を作った。まあ、そうするとロゴスは道具ってことだよね。今は神がロゴスを道具として使っちゃってるっていうことなわけだ。 そうなると神が上じゃないかと思うかもしんないけどそうじゃない対等とそしてその自由意志によって神の自由意志によって宇宙のロゴスに従わない奇跡を生み出すこともできるだから神はロゴスを使うこともできるし使わないこともできるってことだねでそれによってそのロゴスに従わないものつまり理屈に合わないものそれを生み出すことができましたよってこれ神のやったことが出たわけ、はい、そして 十二段落で12段落に来るとロゴスという宇宙の基本的な論理に従って生じるものとロゴスを超えた神の自由意志によって生み出されるものがあるとこういうことが導き出されてきたぞということになるわけだ。いいそうするとこの十二段落のところからロゴスと神ということでまとめになってるかな。はいロゴスに従って起こることが必然。いい そして神のの意思によって生み出されたものは偶然神はロゴスを使うこともできるし使わないこともできる使わなかったところには偶然的なものが出るってことだねそしてここの部分のところでもう一点ここロゴスは本来人間の理性によって理解できるもの理屈だからそして神の行う奇跡は人間の理解を超えたもの 神神が神の意ででロゴスを使わないでやっただから人間が理解できないものをやっただから神の行う奇跡は人間の理解を超えたものであって神の見業であるという意外に説明できないものが出てくる。でそれは偶然なんだよということが出てるんだね。まあ、繰り返しだ。はいそして14段落のところを見ると今度はこ防線部問題が出てくるわけだ。 いい偶然は必然の反対概念であっても必然性と矛盾するものではないのに対して奇跡は必然性を明確に否定するものでもあり得る。難しいよね。ここの部分ね。で、こうすると、偶然は必然の反対概念。これをまず理解しないといけない。いいそうすると、こちらの必然と、こちらの必然性。一番最初やったね。必然性。これの違いがここで考えられないといけないわけだ。 いいまあそれ,それをちょっと置いておいてちょっと先ほどちょっと確認をしようそうするとその必然性がどういうふうになるかというところが書いてあってはい15段落偶然の中に真意が現れるという考え方は全ての宗教の中に存在し現代でも人々の意識の中に残っていると思われるでこれがくじによって出て出くるんだぞ今まで9時の話なかったよね。でくじの話がここで出てくるわけだ で、分からないものは神の意思真意という形で出てきている。いいじゃあそのくじの話が、はい、16段落くじ引きここに問題があるよね。いいくじ引きでくじ引きの話がある。そして18段落なぜこのようなルールが存在しているのかというとはいそこにはそうしたルールが存在するところにはに人々が理解できないでたらめと思われる現象の中に 中には人間の理解を超えた合理性人間の理解を超えたものがあるというのがあるんだぞでそれでくじが成立していることになるわけだいいあそして最後の部分19段落のところから見てみるとこれどっかで読んだなというところわかると思う。なぜならば必然性が物事を支配することを認めたか同時に何々の目にここ。 古代の人々はある古代の宗教だよ古代の宗教に従ってこれ何段落だななったはいページめくってない,いいですはい戻ってさあ古代の人々は宇宙に秩序が存在することを発見し従って必然性が物事を支配することを認めた。と同時に 人間が理解できなないこここととも起こるるこは認めざるを得なかった。ほらこれ偶然を認めたとと。いうことそうするとこれはその古代の宗教の話だけじゃなくて一番最初の部分とも関係するわけだすなわちここの部分っていうのはまとめということになるんだよね。いいそしたら二重段落それは。 ある意味で偶然を別種の必然とみなすものであり、偶然の存在を否定するものであった。で、人間というのは、こちら。偶然つまり、何ら理由なくして発生したり起こったりするものやことの存在を受け入れる、受け入れることは人間にとって難しい。だから、何とかして理解しようとしたという文章だったわけだ。いいかなそうすると、 1>, 1段落から20段落までこれをちょっとポイントをこう示しながら確認をしたけれども駆け足だったよねちょっと早いペースだったけれどもちゃんとし文章をね読みながらそのさっき言ったことを照らし合わせるようにして考えてね。でそうするとこの1段落から20段落までの部分が6つに分けられると。 いうことになりますそれで今回のクリップはここまでにしておいて次のクリップからはその6つが実はここからここまでここからここまでここからここまでというふうなところを確認をしてそして説明を解くことをやってみよういいなんでこう開けるかというとやってもらうためで見てるだけじゃダメだぜじゃあ実際やってみよういいはい